西57番街のファインアーツビルディングアート、スチューデンツリーグオブニューヨークは、1875年に設立されたニューヨーク市マンハッタン区の西57丁目にある美術学校。単にアートスチューデンツリーグ、もしくはリーグと呼ばれる。リーグはアマチュアからプロのアーティストまで幅広く受け入れることで知られ、140年以上にわたって、 すべての社会的階級の学生に対応するため、柔軟なスケジュールと手頃な価格帯の授業を提供するという伝統を保持している。アーティストがフルタイムで勉強しても、いかなる学位もなく、この方にはまらないスタイルがリーグの特徴でもある。19世紀から現在に至るまで、その生徒と教師の中には、数多くの重要なアーティストが在籍し、芸術界において影響力ある。 芸術学校となり、芸術運動の一員となった。リーグは、学生と教師陣の重要な作品を永久コレクションし、リーネという芸術機関誌を出版している。この雑誌名は、古代ローマの歴史課題、プリニュースの記録にあるギリシアの有名な画家アペレスの、ものとされる言葉、ヌラディエスサインリーネ、すなわち、線を引かぬ日は、なしからの引用で、リーグのモットーでもある。 1875年、ナショナルアカデミー・オブ・デザインの保守的な学科課程に不満を抱いた学生たちは、アーティストの学ぶ場として教育的柔軟性と多様性を求めてアートスチューデンツリーグを設立した。多くの女性を含む離脱した学生たちは、はじめ16丁目と5番街の賃貸ルームを拠点として活動し始めた。1877年、 ナショナルアカデミー・オブ・デザインが典型的ではあるが、より自由化された学科課程を再開したとき、リーグはその目的を果たしたとの意見があった。しかし、リーグに属する学生たちは、リーグの存続を表決した。この形成期からの有名なリーダーに、画家、トマス・エイキンズと彫刻家、オーガスタス・セント・イコール・ゴーがいた。続々と増え続ける会員によって、 リーグはより大きなスペースに移転せざるを得なくなった。1889年、米国芸術家協会と建築リーグに加わって、米国芸術協会の設立に参加した。アファス創設者の一人である建築家、ヘンリー・ハーデンバーグのフランスルネサンス様式の設計による建物は、ニューヨーク市指定の歴史建造物であり、史跡の国家登録にも載せられている。ノーマン・ロックウェルは、 自身の伝記、イラストレーターとしての私の冒険の中で、1900年代初期に若者としてリーグで学んだことを洞察力を持って語っている。リーグの人気は、画家トーマス・ハート・ベントンのような教師のもとで1920年代から30年代も持続した。その生徒には、若いジャクソン・ポロックや他の1940年代までに、著名になる前衛的なアーティストたちが含まれていた。 第二次世界大戦後、リーグは革新的なアーティストに対して影響を与え続け、抽象表現主義派や、ポップアーティストそして芸術界で活発に活動していたサイトオンブリー、ジェームズ・ローゼンクイスト、ヘレン・フランケン・サーラー、リー・ボンテクー、イーバ、ヘス、ロバート・ラウ・シェンバーグ、アイヘルド、ノックス・マーティン、ロイ・リキテンスタイン、ドナルド・ジャットらは、経歴の初めに、 リーグで学んでいる。2010年以降もリーグはニューヨーク市のアートライフの重要な位置にある。リーグの芸術界における独特の重要性は1960年代の間に縮小したが、その理由は現代美術教育の場としてより大きな学会が出現したこととミニマリズム、写真、コンセプチュアルアートという新たな芸術手法によって没個性的で 間接的な表現へと向かう芸術界の変動などにあった。しかしながらリーグは現在も多種多様な活気ある若いアーティストたちを引きつけ続け、愚象と抽象のどちらにおいても人間の手で作られる芸術を貫く姿勢を継続している。この重要性は最初に掲げたミッションであるリーグに訪れるすべてのものが財力または 技術のレベルに関係なく、すべてのアートの授業とスタジオへ出入りすることを可能とするの継続においてみられる。初期より、リーグは有名なプロのアーティストを講師として雇用した。ほとんどの雇用期間は1、2年だったが、彫刻家、ジョージ・グレー・バーナードなど何人かは、極短期間だった。数十年教えた者として、特にジョージ・ブリッジマンは、人物画と、 美術解剖学のクラスを45年間教え、7万人の生徒を教えたと伝えられている。ブリッジマンの後継者は、ロバート・ビバリー・ヘールであった。他に長年教えた講師は、彫刻家、ウィリアムズ・オラハ、ホセネ・クリーフと、アメリカ印象派のウィリアム・メリット・チェイス、ロバート・ブラックマン、1930年代から1990年代まで教えたウィルバーネットがいる。 初めての日本人インスタラクターは、画家の国吉康夫であり、1933年から亡くなる直前の1953年まで20年間教鞭を取った。続く二人目は、彫刻家の斎藤誠治であり、1998年より2018年現在も指導に当たっている。ありがとうございます。